お願いします。はい、では始めたいと思います。赤田です。ぜひあのツイッターのフォローよろしくお願いします。では始めます。今日の話はですね、レトロゲームの話になります。じゃあ子供の頃よく遊んだテレビゲームは何でしょうか。ゼルダの伝説だったりポケモンだったりいろいろあると思うんですけども、何でしょう。 私の場合はこれですね,ゼビウスね、テーブルゲームで結構お金をつぎ込んでファミコンが出たときに家庭で遊べるというのでね、買いました。じゃあですね、じゃあ、レトロゲーム、どんなゲーム機があるかっていう年表ですね、皆さん、どれをよく遊んだんでしょうかっていう形になります。 じゃあねこれなんでこれを出すかというと好きな遊んだゲームするとですね年齢が大体わかるとだから聞きにくい人にはどんなゲーム遊びましたかって聞くと大体わかるというじゃあもうご存知の通り私の年齢分かっちゃいましたねはいじゃあ次いきますじゃあですねレトロゲーム遊ぶ場合にじゃあどうしようかと。 なんかインターネットにたくさんありそうですけれども、これは絶対やっちゃだめです。一番簡単ですけれども、これはだめです。じゃあ、どうするのかという形で、吸い出し器っていうものがあります。これはですね、GitHub に公開されているのが一番有名ですね。カートリッジリーダーっていうのがあります。じゃあ、私はどうしたかっていうとですね。 それを参考にいろいろ作ってみました。まずはですね、イフトでまで、まあ、このイベント用になんかできないかっていうことで作ってみました。で、その後もっと簡単にできないかなっていうことで、ブレッドボードだけでできないかっていうことで、まずやってみました。これ、ポイントはですね、できるだけ線を短くする。 いうところがポイントになります。で、続いてですね。じゃあ、懐かしい64のゲーム、情報あんまりないので、ネット上にもですね。じゃあ、原理が分かったので、これを作ってみようということで、作りました。でも、これって、たくさん線がいっぱいつながってますよね。これちょっと大変そうだと。ということで、 簡略化しましまた。部品点数も少なくして一般にネットとか秋葉原で使える部品で再構成しましたで開発環境の方も X コードとか入れなくても Python で今流行りの Python でできるようにすることができましたなのでですね興味がある方は集めてですねまずワークショップやってみようかなと思ってます そのためにはですね古いタイトルのソフトが足りません。ということで、えー、っとたくさん同じタイトルを買い占めてます。はい、次。じゃあ、ですねデータゲームデータで出ては何で遊ぶっていうことで、じゃあ、Mac で動かす場合にはこの2つが有名です。はい じゃあゲーム遊んでみると、やっぱりゲームコントローラー欲しいですよね。で、プレイステーション4のゲームコントローラーが一番簡単です。USB 接続でつなぐとですね、えー、と2019年ぐらいからですね、標準で認識するようになりましたので大丈夫です。ただ、Bluetooth にするとはまるので、やめてください。 でもですね、私、任天堂大好きなんですよね。なのでですね、64のゲームコントローラーがなんとかできないかということで作ってみました。ただですね、Mac では最初動いてたんですけど、動かなくなったり、どうも調子が悪いということで、専用のものをですね、作りました。これ、急遽ですね、昨日 できたので、で昨日作成してですね、昨日という手が今日ですね、今朝方、できましたね。でもこれ、2回目です。結構お金かかります、サーディエクス。専用の基板を作っちゃいました。あ